原爆重刑とは、広島市への原子爆弾投下の惨劇を伝えるべく、広島市が選定した銃の風景評価。1947年のみ選定し発表。1947年に第一回平和祭が開かれ、開催後に市役所職員数人で市内から探し重刑が発表された。そもそもの発端は、市職員と地元市中国新聞記者との会話の中で、 思いついた企画で被爆により廃墟となった広島で普通の空襲によるものとの違いが如実に出ているもの、そして何もなくなった広島において新たな観光名所として選ばれた。また、被爆を忘れてしまいたい側の市民感情を排除し、刺激的なものは意図的に外しているため、この段階では、後の原爆ドームである産業省令館などは選出されていない。 これをきっかけとして、翌1948年から原爆名所、原爆記念保存物として選定を始め、現在の市による被爆建物選定へと続く。現在、都市発展に伴い消滅しているものもある。翌1948年から市の事業として本格的に選定を始める。これに、都市復興アドバイザーを務めていたイギリス連邦、占領軍、 S.A. ジャビー少佐は、内外へのアピールをより重視すべきとアドバイスし、さらに被爆建物の保存キャンペーンを打ち出した。つまり、原爆ドームの保存運動を始めたのは、ジャビーが最初だと言える。同年、原爆記念保存物あるいは、原爆名所13系として、発表以下の13カ所が選ばれた。この企画が当たり、海外からの観光客が見学に訪れ、 外国人に対応できる観光ホテルの設置を強く要望されるほどだった。1960年代以降、原爆ドームを筆頭に活発な被爆建造物存続論争に発展していった。その中で被爆資料も増えたが、1979年には痕跡を残していない樹木が被爆樹木として、1985年広島市役所級庁舎の祖先が、 被爆石として資料化とされるなど、年月が経つと被爆当時に、ただ存在していたものも、資料として登録されるようになった。50年目の節目を迎え、1990年代初期から、市は被爆以降を洗い直し、1993年に、改めて、被爆建物、被爆樹木、被爆橋梁大帳にまとめた。1995年、世界遺産に、 原爆ドームが登録される。ありがとうございます。